ではね、今回からは、計算用の PC について、計算の立ち上げですね。その PC 立ち上げについて説明します。どこのでもいいんですけども、どこで PC 買ってもいいんですけども、まあ、BTO のものを探してください。まあ、BTO と検索すれば、BTO というのは何なのかというのがわかります。まあ、それはいいんですけども。で、BTO でやると、まあ、つくも電機とか、ドスプラさんとか、パソコンコープさんとか、いろんな会社であります。あ、ここにもありますね。パソコンコープとかね。なので、これらの BTO で好きなのを、大学が、よく、買うのが便利だって言われてるところのやつを使ってください。それで、まあ、今回例としてドスパラさんのにします。で、まあ、ドスパラさん、こういうふうに入っていただいて、で、デスクトップパソコンを計算用としては買ってもらいます。まあ、つくも電機でもいいです。どこでもいいです。ただ単にドスパラにしただけです。で、まあ、見やすいってだけですね。で、ここからですね、タワー型の選択します。で、性能と、CPU をかけてできますね。で、どれ選べばいいのかっていうのは非常に迷うと思います。で、計算の人はこれを選べばいいかというと、Core i7 のやつを選べばいいです。4コア8スレッドぐらいですね。こちらちょっとハイエンド付きで高すぎます。このぐらいの値段のやつでいいです。で、どうしても予算がないときには、Core i3 のこれですね。で、グラフィックは理論計算にはいりません。オンボードで十分ですので、このあたりの下の段のやつ。こちらのやつを選ぶということです。他の会社で選ぶときも同じように、CPU が、まあ、Core i3 から Core i7 のどれか。で、グラフィックはオンボードっていうのを指定してください。で、例えばですね、この Core i7 のでいいでしょう。K ってついてるのはちょっと性能が高くなるんですけど、まあ、あんまり大して変わらないので、このぐらいのレベルになりますとね。Core i7 であればいい。で、ミニはダメですね。あ、ミニは、ミニのやつはダメです。まあ、ちょっと一回説明しましょう。で、内容変更するってあります。それで、これではダメです。ごめんなさい。こちらのやつじゃない。移動して、モデル一覧で、こちらに Windows 7というモデルがありますね。こちらの方の内容変更します。で、Windows 10の搭載モデルの方にはですね、OS なしにできないんですね。で、Windows 7の方のやつ見ますと、構成変更するってことなんですと、OS なしのが選べます。なので、これ OS なしにしてください。理論計算やるときには、Linux の OS 使うので、この OS なしでいいです。で、他の会社でも OS なしのやつを頼んでください。で、この、どこにでも法人のがありますんで、法人の、取り扱いの人に OS なしでということで、やってください。こんな 1万円近くなくなりますからね。安くなりますからね。そこに、CPU や、メモリーに継ぎ込んでください。で、あとは、この延長保証ですね。で、オフィスもなしでいいです。まあ、当然ながらなしですね。で、オフィスもなし。で、メモリーどうするかですね。まあ、通常は、最低の場合4ギガですね。で、まあ、値段と変わらないですからね。1000円程度しか。ですから、もう8の方がいいですね。まあ、8あれば大丈夫。いろんな系がいけます。まあ、16と32あればあるほどいいです。まあ、そうですね。あればあるほどいいです。まあ、ありすぎてもいかんですけど、60まで選べるというのはなかなかありがたいですね。昔はこれを選ぶのはなかなか大変だったんですけど。で、電源なんですけど、電源本当は計算用だと 300W ぐらいでいいです。だからこれ550というのはありすぎです。本当は100でもいいかもしれないです。CPU は100ぐらいしか使わないので、他の部分も動かすと、だいたい150から200ぐらいしか実測は使わないはずですね。まあ、もうちょっとちゃんと調べなきゃいけないんですけど。で、一番低そうな300W の電源でも十分動きますんで、550というのは実際には理論計算としてはありすぎです。なので、本当は550よりも少ないやつ、300W のものがあれば 300W のを頼んでもらった方がいいですね。で、で、CPU をどうするかですね。で、これいろいろ出てきますね。もう毎回この後ろの数字っていうのはよく変わります。Core i5、3とか、5とか7の間にいっぱい数字がありますね。で、K があったりします。で、こういうふうにいくつかあるんですけども、まあ、そんな気にしないことですね。この会社の場合だと、デスクトップ用のやつでタワー型は特に問題ないです。ミニって後から説明しますけど、ミニのタイプのやつは性能がガクッと下がってしまうので、それはいかんですね。で、一応見るところはハイパースレーディング対応っていうのがついてたりとか、定格 3.4 とかですね。で、この TB っていうのは、コア1個の時だけターボブーストって意味なんですけども、TB は。その時だけ 4.0 ギガで走りますよってことです。で、L3 キャッシュっていうのが8メガで、データを格納、CPU のすぐ後の、
ところにデータを格納するようですね。この量が結構多いほど性能が高くなったりします。で、こうやって見ると、あ、 K の方が性能高いなと思うんですけど、まあ別にあのお金があれば K 買えばいいです。 3.0 よりはるかに 4.0 の方が性能が高そうなんで、この場合は今までは K あってもそんなに性能が高くなかった時もあるので、まあ、どっちもいいかなと思ってます。この場合結構上がってるんで 3.4 から、まあ、0.2 ぐらいの、ね、差 でしたらあんまり気にしなくていいです。例えば 3.4 から 3.2 ぐらいになるんだったらもう K 買わなくていいです。 K でついてるやつでもこれ結構大きくなってるんで、あ、最大値はね、ここのぐらいなので、CPU しか使わないという時には、まあ、あんまりもうこれで十分です。で、1CPUじゃない場合はもう並列計算するならもう明らかにこれ大きくなってますんで、このぐらいですね。 0.2 ぐらいの差、こっちとこいつのぐらいの差はあんまり気にしなくてもいいですね、個人的には。定格のやつ、まあ最大値の部分がちょっと大きくなってるんでね、まあここら辺どうするか好みになってくるんですけど、まあこの 0.1 ぐらいの差はあんまり気にしなくていいです。まあ、これぐらい大きくなると 0.5 ぐらい大きくなるともうちょっと無視できないので、こっちの方がいいかなって気になってきますけど、で決めてください。まあこのままでもいいです。あの予算に応じて決めてもらえばいいです。まあこれに選んでも CPU 減らした分こうなりますからね。まあ大学によるんですけど、10万円未満に収めてほしいとか20万円未満に収めてほしいとかいろいろありますんで、要望に合わせて、まあ仕方ないなと諦めてください。でまあ CPU 範もノーマルでいいですし、ノーマルグリスでいいです。まあ、ここら辺もいくつか変えてみたこともあるんですが、あんま変わんないですね。性能としては変わんないです。なのでこのままでいいです。で他のところも全部そのままです。だから変えるところは、気にしなきゃいけないのは、OS なしに、ポイントは OS なしにすること。OS なしにすること。で、で保証どうするかってこと。で、あとは、Office なしは当然で、で、メモリどうするか。4が最低かなとは私は思いますけど、まあ、値段確か変わらないので、数千しか変わらないので8ですね。で、まあ、電源も小さく、できるだけ小さくする。 300W ぐらいあればいいです。まあ、200W でも本当にいいかなって気もしますね。実測した時に、昔やった時に 100W ちょっとしか使ってなかった気がしますんで、あのそれはワンコア、ワン CPU の計算の時だったので、まあおそらく使ってもそんな使わないですね。本当はもっとこれもっと減らせるはずです。まあいいんですけど。で、CPU 頑張る。で、まあこういうのを選ぶということですね。で、なんでタワー型かって言いますと、タワー型のやつじゃないミニのやつもあります。例えばスリムというやつですね。スリムでここにいくつかありますね。スリム値段が安そうで結構良さそうですよね。ちょっと見てみましょうか。で、Core i7 だからということで、スリム間違えて買ってしまうとちょっと困ったことになります。で、あの内容変更してみましょう。左の10モデルの方だと OS なしに設定できないんですよね。なぜかこう7タイプだけ OS なしでできるのでやります。で、何が問題かといいますとね、メモリーもいいですね。オフィスもいいですね。あ、電源、ほら電源ここには300ってありますよね。だから300しか必要ないですよ本当は。だから300でいいんです。だからこの80のブロンズタイプになればいいんですけど、なんかタワーと見に行って、タワーとこのタイプってあんまり値段差が変わらないんですよね。で、CPU なんですけど、これと同じやつであればいいんですけど、ここの一番最後に S ってついたやつが出てくるんですよね。あ、T とか S とかついたやつがあるんです。なので、何もなしか K だといいんですけど、T とか S とかになると、性能ガクッと下がります。昔はこう S で消費電力が少なくていいなと思ってたんですけど、計算の速度がですね半分になっちゃってまして、でもうあれですね、もうここももうそういうことを反映してなってるのかもしれないですけども、何も書いてないやつか、K がついたやつですね。 S とか T とかそういうのはあんまり私はお勧めしないですね。もうそのまんま何もついてないやつ、ちょっと消費電力高くなるんですけど、まあそんな気にせずに何もついてないのか K ついてるやつですね。あ、だからこのミニ選んでもらってもいいです。値段、だいぶ安くなりましたね今回の場合は。もしかしたらいろいろと顧客の意見を反映して何とかしてるのかもしれないです。変えるのはこのぐらいです。まあ今回の場合タワーじゃなくてもこのミニでもいいです。まあ これでもね、これでも良かったですね。昔はそんな風にいかなかったんですけど、まあ年代によって毎回違うモデルを出してくるので、ポイントとしてはもう OS なし、毎回どのものでも、でそれで、オフィスもなし、もうこんなもん余計なもんつけてもらっても困るので、OS なしで、メモリーが8で、で SSD もいりません。で言っときも SSD もできません。 HDD で十分です。メモリーなしで電源がこれぐらい、で CPU これ
で CP ノーマルファン、グリスもこのまんまで、 SSD なしで、ハードディスクってことですね。まあハードディスクもこれぐらいあれば十分軽量計算できます。なので、この状況でやってもらえばいいということですね。だいたいこれだと10万円は収まりますから、買うんだったらこういう PC を買うということです。まあ、今回は PC の選定で終わりました。じゃあ次回は、まあ CPU 選定したら今度は OS の LinuxOS どうすればいいかというのを説明したいと思います。